中小企業経営者にとって社会保険の仕組みっていうのがめちゃくちゃ不利。120歳まで生きないと元が取れない。社会保険料のコントロールっていうのは絶対的に知っておくべきノウハウ。はい、ということで、はい、長谷君、今日は、はい、経営者にとって社会保険っていうね、話をしていきたいなと思うんだけど、はい、社会保険って、うん、まあ、社会保障ってよく言われるんだけど、実はその社会保障を、要は国民全員にこう行き渡らせるために、ね、社会保険料っていうのをみんなが払ってるんだよね。そうですね。うん、で、大体、その、どれぐらいみんな負担してるかって、なんかよくわかる？あんまり考えたことないですね。給料の15% とか出なかったですか？そうね。サラリーマンの場合で言えば、その個人負担は 15% ぐらいで、うん、で、法人の、まあ、経営者の場合だと、会社でもう半分負担してるから、もう 15%。だからトータル、まあ、30% ね、社会保険料っていうのは払ってるんだね。結構払ってますね。うん、だからもう給料受け取った瞬間にもう3割取られるっていうね、なかなかね、負担が重いんだよね。で、もともとこれも、まあ、どんどんこう、増えてったんだよ。で、もともとの、大体パーセンテージでいくと、もう 9% ぐらい。9%、9% ぐらいで 18% ぐらいだったんだけど、はいはい、それが今や、なんと、合算して 30%。すごい。だからね、なかなか中小企業の経営者の手元にお金が残らないっていうね、まあ、状況が起きてて、で、これって、例えば節税とかで言えば、その、ね、税金をコントロールするっていうことが、まあ、できたりするんだけど、社会保険、まあ、節社保とか聞いたことないよね。聞いたことないですね。うん、まあ、社会保険料削減っていうね、形で、いろいろね、こう、情報発信してる人もいるんだけど、まあ、本当に、社会保険料っていうのが、こう、負担が重くなってきたことによって、税金よりも、まずは、社保をなんとかしないと、まあ、会社がどんどん優れていくだとか、あとは経営者の人がね、役員報酬取った時に、手元に全くお金が残らない。で、俺ね、結構こうシミュレーションしてみたんだけど、今って、日本って累進課税って言われる制度で、所得が高くなればなるほど、その税率が高くなるんだけど、で、その時に、例えば月額報酬50万の人と、月額報酬100万の人、比較してみて、で、こうシミュレーションしてみたんだけど、社会保険料入れると、ほぼほぼ手取り率って変わんない。倍違うのに？倍違うのに。本来だったら所得税が高くなるから、うん、ね、所得が高い人の方が手取りが減ると思いきや、うん、なんと社会保険料の3割の負担っていうのが重くのしかかってきて、月額報酬50万であっても、だいたい手取り率が6割。うん、月額報酬100万の人もだいたい6割。うん、だから中小企業経営者はもうざっくり言えば手元に残るお金っていうのは役員報酬の中の6割で4割は国に払ってるっていうね、こういうね、今状況になってきてると。すごい、何のために働いてるか分からんですね。そうそう、だからね、よく言われるんだよね、うちのクライアントさんであったりとか、うん、まあ僕自身もね、自分が起業家なんで自分の会社経営してるんだけど、手取りが全然残らないから、うん、できる限りそこの、コントロール、うん、社会保険のコントロールだったりとか、あと所得税、住民税のコントロールっていうのができた方がいいよねっていう話。うん、で、その部分で今日は社会保険料の部分にちょっと特化して、まあお話ししていこうと思うんだけど、中小企業経営者にとって社会保険の仕組みっていうのが、めちゃくちゃ不利って俺はいつも言ってんだよね。不利？不利。うん。うん。どういう部分が不利かわかる？いや、わからんですよ。わからん。社会保険っていうと、いわゆる年金とか。うん、年金。医療保険。医療保険。まあ、健康保険ね。健康保険ですね。うん、あと、介護保険ぐらいですか？うん、介護保険。うん、まあ、大きくわけそうだね。で、介護保険料ってじゃあ何歳からかかる？40歳。ああ、正解。なんで知ってんの？前の仕事でちょっと話してた。そういうことね。はい。そう。だから40歳超えるとね、介護保険料が入ってくるから、うん、またさらに負担が重くなるんだけど、で、まずそこの部分で、まあ年金保険と、うん、まあ大きく分けて健康保険。うん、まあこの2つが大きくかかってくると、うんうん、いうところで、じゃあなんで経営者はそれにとって、それで、不利な制度になっていると思う。不利なんですもんね。めちゃくちゃ不利。
いや、わからんな。わからん。はい、うん、何ですか。中小企業経営者って基本的にはもう会社と個人のお金っていうのがある程度こう一体なわけよ。なんでかって言ったら、その上場企業とかであれば、会社がどれだけ資金繰り苦しくなったとしても、要はそれっていうのは調達で集めてくるわけよ。うん、なんだけど中小企業の経営者の場合は、そのすぐ銀行から調達できればいいんだけど、調達できなかった時って、個人のお金から会社に貸し付けするわけよね。うん、だからもうお財布としては会社も個人もほぼほぼ一緒。うん、で、さらに、個人で会社にお金を貸し付けをするっていうことは、所得税、住民税、社会保険料、さっき言った給料のうち4割を国に払った後のお金をまた会社に貸すわけよ。めちゃくちゃ不利じゃない。それはしんどいですね。で、それがありきの上で従業員さんの部分を半分負担し続けて、さらにね、普通のサラリーマンよりも多くの社会保険料を納め続けていくんだけども、今だと年金っていうのは65歳から満額受け取りができる、うん、そうですね、で65歳で満額受け取りができるんだけど、はい、その時に引退できてる経営者なんてほとんどいなくって、うん、役員報酬もらってるわけ。まだ役員報酬もらいながら働き続けるっていうのが、うん、まあとてもね、あの多い。そうですね。で、そうした時に、はい、ざっくりね、もう分かりやすくざっくりいくと、30万円以上の役員報酬取ってると、うん、年金一部カット。カット、うん、年金そうそう。年金を受け取るときになったら、一部カットなわけよ。で、ざっくり月50万もらってると、50万以上もらってると、年金全額カット。全くもらえない。全くもらえない。うん、だから、従業員さんの分も負担し続けてきて、サラリーマンよりも多くの社会保険料を納め続けたにもかかわらず、自分が65歳の年金満額受給のタイミングで引退できてなかったら、がっつりカットなわけよね、年金が。それは、そう。だって言ってしまえば65歳で辞めれる方なんてほとんどいない。いや、今はね、もうそれがね、日本の中でもすごく問題になってて、はい、いや、後継者がいないから、うん、会社を続けていくには自分がやらなきゃいけないっていう。で、さらにね、今、あの国の方向性として、定年というものをなくそうっていう方向にね、うんうんうん、それこそアベノミクス、安倍さんの時のアベノミクスで、ね、うん、あの、一億総活躍社会っていう、それを実施していこうっていう話があったじゃん。うんうん、あれっていうのは何かって言ったら、要は60歳になって本来定年なんだけども、まだまだ働けるよね。うんうん、まだまだ体元気だよね、うん。だったら働こうぜっていう、あのスタンスで、要は国の方って、国の方向性って今決まってきてて、うんうん、で、そうすると、60以降も働く人たちってもちろん増えると思うんだけど、うん、中小企業経営者はそもそもそれがなかったとしても、ずっと働き続けてるっていうね、うんうん、引退の年齢っていうのがどん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 伸びてってるというところで、で、そうすると、かけ続けたにもかかわらず、自分が受け取れない。で、仮にこれがね、経営者の場合は、仮にそれを65歳から満額受け取れたとして、元が取れるのに、さて何歳まで生きたら元が取れるでしょう。まあ、難しいこと、うん、いや、100歳とか。100歳。100歳とか。実はね、はい、今現状の制度ですら、120歳まで生きないと元が取れない。もう絶対取れないってことですね。ということはね、皆さんね、ちょっと覚えておいていただきたいんですけど、社会保険を、ね、全くかけなくするっていうわけではなくて、うん、一部はかけるんだけども、一部は自分の手元にストックしていく。うん、まあ、こういう仕組みを作らないと、会社経営って、要は急にね、コロナみたいなことが起きた時に、うん、資金繰りめちゃくちゃ苦しくなるし、売上がガクンって減少するタイミングがあったりするわけよ。その時にもし自分の手元に現金があれば、そのお金でもう一回会社をやりくりするっていうこともできるんだけど、もしそれをね、国の方に払ってしまったら、うん、年金受給のタイミングしかお金返ってこないわけよ。しかも下手すりゃもらえない。そうそうそう。だからそうなっていくんであれば、節税も大事なんだけども、社会保険料のコントロールっていうのは、うん、絶対的に知っておくべきノウハウ、うん、で、これをじゃあ税理士さんに、自分の顧問税理士さんに聞いた時に、うん、ほとんどの人がそれを答えられない。税理士さんのもね、うん、そうだって、そもそも、うん、国ってこう縦割り社会じゃん。はいはいはい。税理士さんって何のプロ？
税金ですね。税金でしょ、はい、社会保険は、あ、社労士さん、社労士さん、そう。だから基本的には税理士さんは社会保険のことは詳しくない、うん、だからそういった意味でいくとある程度自分でその知識を身につけておくっていうのが、うん、まあ、一番早いのかなと。ただ税理士さんの中でも社会保険のコントロールであったりだとか、うん、いろいろそういう他のね、はい、会社経営における自分の手取りを増やす、経営者の手取りを増やすっていうノウハウを持ってる税理士さんももちろんいます、うんうん、あとは優秀な保険営業マン、優秀な保険営業マンたちもこういう知識をすごく学んでるから。あ、そうなんですか。そう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 、だから自分の顧問税理士さんが持ってるノウハウを鵜呑みにするっていうのはあまりよろしくないのかなと、うん、これは思うね。まあ、まあ以前の動画で、うん、まあ、税理士さんっていうのは、まあ、税金を安くするんじゃなくて、うん、きちっと納税してもらうのが仕事だよっていうお話は社長がしてたと思うんですけど、うん、そもそも税理士っていう資格はどういう資格かって言ったら、うん、税金の計算方法であったり税金のルールを、うん、要は、ね、国家資格で学ぶわけでしょ、うんうんうん、そこの中にじゃあ税金安くするだとか社会保険料を安くするだとかっていう勉強って今までその中に入ってるするわけがないです ね、 ね、そう。だからそうするときっていうのはやっぱり自分自身である程度もう経営の中の、まあ、これ財務戦略になってくるんだけど、うん、そういった部分に関しては自分でやっぱ学んでおくべき、うんうん、必要があるんじゃないかなということで、社会保険料の削減のお話っていうのを、まあ、今日していきたいなというふうに思っています、うん、はい。で、社会保険料の削減っていうのは、まあ、いろんなやり方があるんだけど、こう結構難しいよね、うん、けどどれもどのルールも全てそうなんだけど、税金の税務のルールを使った時にたまたま社会保険料が安くなるっていうのがほとんどなわけよ。税金のルールを使った社会保険が安くなるんですか。そう、税金のルールにのっとって、うん、要は会社から個人にお金を受け取った時に社会保険料がたまたま安くなるっていう、ほう、うん、そういう仕組みなわけよ。それを聞いたことが全くないですよ、うん、まあね、長井君の場合は、まあ、特にね自分が経営してるわけじゃないから、ね、聞いたことないと思うんだけど、会社から社長個人にお金が移るっていうことは必ずここで税務がかかってくるわけよね、うん、でこの時に会社から個人にお金が移る時に社保も関わってくる、2つのその縦割りの、ね、状況の中でこの2つを両方とも網羅をしなきゃいけないんだけども、うん、あくまで会社から社長個人にお金を移す時っていうのは税務が必ず関わってきて、うん、税金のルールにのっとってやらない限りはこれ脱税になっちゃうわけよね、うん、だから絶対に税金のルールだけは、ね、守らなきゃいけない、うん、ただ税金のルールを正しく使ったらたまたま社会保険料が安くなるっていう、たまたまなんですね、うん、そう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 、これは要は縦割り社会だから歪みが生まれてるんだよ、うんうんうん、税金って例えば、個人の税金所得税住民税ってどういうふうに計算されるかって言ったら、うん、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った所得に対してかかってくるでしょ、うんうんうん、そうですね。じゃあ社会保険料は、え、同じじゃないんですか。1月から12月の受け取った金額の 15% だと思ったんですけど、社会保険っていうのは算定月っていうのがあって、はい、聞いたことない。あ、僕は分からない、うん、4月5月6月ね。ほう、要は4月5月6月の報酬によって決まる。おー、うん、だから月なの。月ごとなんですね、うん、月々。だからそこに対してもその時点でルールの歪みってあるじゃん、まず、うん、違いますね。例えばサラリーマンの人たちだとよく言うのが、うん、4月5月6月の給料を落としておいて、うん、7月以降に給料をたくさんもらった方が社会保険料が安くなるって話聞いたことない。ああ、それはなんとなく YouTube か何かで見たことあるような、うん、でそれはサラリーマンの場合で言えば、例えば、営業でコミッションとかをもらえる人とかは、うんうん、4月5月6月はね、その収入を落としといて、うんうんうん、7月以降に頑張るみたいな、頑張った方が手取りは増えるとかね、うんうん、あるんだけど、まあ経営者の場合って役員報酬の改定の時期っていうのが会社の決算に準じて、うん、決まってくるから、
役員さんの場合、うん、会社の経営者の場合っていうのは算定月の4月5月6月じゃなくて、うん、役員報酬が変更になったところから、うんうんうん、そこからね、あの社会保険の申請を出す。だから算定月とは別のところ、役員報酬を変えたところからあの計算が始まるっていう形で、それも月なんやね。ああ、月なんや。そう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 。で、基本的には、中小企業経営者、まあ、大体会社の経営者の人っていうのは、定時定額給与って言って、うん、決まった日にちに決まった金額を受け取る。うんうんうん、まあ、こういったルールになってるから、うん、基本的に毎月のそのお給料の金額って変わらんわけよ。はいはいはい。うん、だからそこの部分で社会保険が計算をされてくるというところね。うんうん、まあ一番よくね、言われる部分でいけば、例えば社内規定を使ってお金を受け取ると社会保険がかからないとか、っていうことがあったりするわけよ。うんうん、どういうことですか、うん、例えば、出張旅費規定っていうのがあったりだとか、はい、社宅規定っていうのがあったりするんだけど、はい、例えば出張に、経営者の方がね、行った時に、本来は、例えば交通費、新幹線乗りましたって言ったら、新幹線の費用を領収書もらってきて、それを会社で精算するじゃん。あとは宿泊した時に、そこの部分っていうのを領収書持ってきて、会社で精算をするっていうのが、まあ一般的なんだけど、旅費規定っていうのは何かっていうと、もうそもそも、そこの部分の精算ってめんどくさいじゃん。だから、会社全体で、社内ルール、社内規定として、もうここからここまで行くときに、例えば代表取締役の人であれば、うん、要はもうグリーン車 OK、うん、要はヒレ社員の人であれば、要はもう指定席が自由席っていうね、こういうルール決めをしておいて、例えば、まあ、俺らね、あの岐阜県にいるけど、新幹線乗るとしたら名古屋だ。そうですね。ね、名古屋からじゃあ東京までだったら、うん、いくらっていうのがもう決まってるじゃん、うん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 、だからその決まった金額っていうのをもうそこに設定しておく、うんうんうん、で、あとは例えば宿泊の時も、もうその精算がいちいちめんどくさいから、うん、社内規定の中で一泊、うんうん、泊まったら宿泊料としていくらとかってもあの設定ができるわけよ、うん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 、それで例えば、新幹線にグリーン車の価格で役員さん乗れるんだけども、うん、それをじゃあ指定席で乗りましたって言ったらその差額分生まれるでしょ、うん、この部分を受け取ったとしてもこれ社会保険も、まあ、所得税住民税もかかんないんだけど社会保険料もかかんない。でさらに言えばそこに対して出張日当っていうのを取れるんだよ、うんうんうん、出張日当で出張日当って何かっていうと例えば出張行った時にわーネクタイ忘れたとかね、うん、わ充電器のコード忘れたとかって言った時に要はそこって自分で手元でお金出さなきゃいけないじゃん。うんうん、で、それの精算するのめんどくさいじゃん。うん、だから、そういった部分もひっくるめて、もう社内規定の中で、その日当の中で、その辺やりっくりしてねっていう、うん、ことができて、で、そうすると日当っていうのが受け取れるんだけど、はい、その日当に関しては所得税、住民税、社会保険料全部かからない。かからない、ね、かからない。うん、これ、どうなんですか？知ってみる経営者の方が多いんですか？一応ね、知ってる人はいるんだけど、はい、実際これを中小企業の経営者で、うん、まあ、中小企業で、出張旅費規定をしっかり導入できてる会社って、うん、大体 5% って言われてる。5%? 5%。めちゃめちゃ少ないです、ね。うん、だから 95% の会社は導入してない。こんなんでそんなわざわざ美味しいルールって言ったらあれですけど、うん、なのに導入されてないんです、例えばそれもさっき言ったみたいに、うん、顧問税理士さんに出張旅費規定をじゃあ作ってくださいって言ったところで、うん、出張旅費規定を勉強したことがない税理士さんがそれ分かるわけないじゃん。そういうことですか、うん、でどういうふうに日当とか設定していいかとか分かんないんだよ。そういうことね、うん、そもそもそこを分かってる方がいないんです。そう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 、分かってる人にしかそれは作ってもらえないし、だからその出張旅費規定っていうのが一個ね、社会保険料をかけずにお金を、うんうん、受け取ることができる、うん、ただ、出張旅費規定っていうのは役員さんだけじゃなくて従業員にも一律こうね、うん、もちろん金額、うん、日当とかの金額っていうのは階段になって、うん、どんどん役職が下になれば安くなるんだけど、そこの部分っていうのは従業員全体に影響してくるから、うん、従業員さんの中で出張が多い会社とかだと、うん、出張旅費規定入れちゃうと逆にコストアップして、うん、そう、中小企業としてはやっぱりそこが資金繰り悪化招くから、なかなかそういった意味でも導入できない会社もあると。そっか、ケースバイケースなんですね。うん、で、社内規定でいくと、もう一個よく使われるのは何かというと、社宅規定っていうのがある。うん、
わかる。これは全くわからない、うん、社宅規定というのがあって、はい、それは例えば、会社の役員さんとかが、まあ、マンションとか、うん、アパートとかを例えば賃貸で借りてますって言った時に、はいはいはい、そこを会社の名義で借りるわけよ、うん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 、会社の名義で借りるんだけど、でも社長個人が住んでるから、うん、本来はそこの部分で要は仕事として使う部分と、うん、要はプライベートで使う部分で安分をしていかなきゃいけないんだけど、はいはいはい、それを社内規定っていうのを作ってあげて、でそうすると、まあ、大体一般的に 50%50% で税理士さんとかやるケースが多いんだけど、うん、うまく 社宅規定っていうのを組んであげると8割9割方あの経費に落とす、会社の経費として落とすことができるっていうのは、そう本来は、役員さん個人でそれを借りたとするとどうなるかっていうと、うん、役員報酬を受け取って所得税、住民税、社会保険料を払った後のお金、さっき言った4割分払った後の残った6割からお金払わなきゃいけないじゃん。そうですね、そうするとめちゃくちゃ効率悪いよね、うん、だから会社で借りてで社宅規定を使ってでそれを経費化する、一部経費化することによって、うんうんうん、自分個人社長個人が払う部分っていうのを、まあ、少なくできる、うん、でそうすると所得税、住民税、社会保険料全部削減できる、まあ、こういうふうにあの社内規定っていうのをうまく使うっていうのが、まあ、一個の方法、うんうん、これはちなみに会社は何パーセントぐらい導入されてるんですか。いやこれもねめちゃくちゃ少ないと思う。あ、少ないんだ、うん、少ない少ない、うん、あ、これもやっぱり税理士さんが知ってる方が少ない、うん、で一応導入してたとしても、うん、その 50%50% でやってるケースっていうのがすごく多くみたいな。9割まで実はいけるんだよってことが知らない。そう、まあそれはマックスね、マックス9割ぐらいまで経費化できる、うん、そう規定の組み方とかあったりするんだけど、うんうん、そういうのもやっぱり知られてない、うん、だからまずは社内規定っていうのをうまく使ってあげると、まあ、社会保険料に限らず所得税、住民税もひっくるめて、ね、安くできる、うん、で、あとは税金のルールにのっとってやったらたまたま社会保険料が安くなりましたので、ね、俺が一緒に背負うよ、同じ目線で仕事できなかったらそりゃ噛み合うわけないよねって俺は思う。